集団の行動や判断における基準、規範、指針、理念を簡潔に表した文章や言葉役である。組織、集団の日常の行動指針を表すモットーやスローガンもこれの一種とされるため、本校ではそれについても衝述する。特に宣伝的な標語はスローガンと呼ばれる。日本で標語という場合、これら以外に交通規則や 社会運動において耳に入りやすい掛け声的な短文を指すことも多い。口調が良いように俳句同様に五七五の型を取るものも多い。また、学校等に標語の募集を呼びかける活動もよくある。モットーとは、社会集団や組織の日常の行動指針を表す事柄や、それを表した言葉のこと。目標として掲げる言葉、心情。文章においては、 スクロールなどに記される名文のことを指す。西ヨーロッパでは伝統的にはラテン語で表記されている場合が多い。ギリシャ語主体の東方正統協会の影響が強い、東ヨーロッパは別。スローガンとは企業や団体の理念や運動の目的を簡潔に言い表した覚えやすい句、標語、モットーのこと。合言葉と訳される場合もある。ザウの名とは 集団ではなく、個人が、自らの行動の戒しめとするために日常的に、心に留めておくための言葉。文献に収められた、五感の再演による、文章、ザウメに由来する。ありがとうございます。